国司は天皇家、天皇位、国衆、高見倉、俗称大釣りともいう。日本の神話における出雲地方のために天下りする神話を題材とした舞であります。高見結びの御事が普通氏の御事と竹三日月の御事を使わし、大国主の御事と国譲りについて談判をし、大国主の御事は本と琴城主の御事と相談して国譲りを行う勇壮な舞であります。この場合、仲裁の使者として鳥船の御事、または稲瀬萩の御事というチャルが登場して道家役を演じている。